おはようございます。茂木耕作美空研究所長令、今日は令和6年10月7日でございます。おはようございます。まずね、昨日はいや本当に素晴らしい日でございまして、ひろみさんがね、なんと秋田からこちらに出てきてくださってですね、一日ね拝借いたしました。本当楽しかったですね。奈緒くんももちろん一緒で、あとは奈緒くんの高校時代のマネージャーさんが、春菜さんでしたっけ、あ、ユジンさんおはようございます。それで、あとはその、ひろみさんのママ友であるそのお母様と、だから僕入れて5人ですね、5人で、さあどこ行こうとなった時にですね、そのママ友のまゆみさんっていう方が府中競馬場行きたいと、ほうほうと行ったことないしどんなもんか全く分かんないけど、それは人に言われて誘われなかったら絶対行かない場所だなと思って、いやめちゃくちゃこう急にワクワクしてきて、いや行きました。サロンにもねいろいろシェアしましたけども、どうですか、あの盛り上がり素晴らしかったですねいやまずね、府中競馬場のこうフィールドの、場がでかさと美しさっていうか、本当に綺麗に整備されてるんですよね。なんて言うんでしょうね、賭け事ギャンブルみたいなこうイメージでいくと、あんまり僕個人としてはね、自分がハマったら嫌だなとで僕なんでそう思ってたかって言ったら、僕大時代のね、あの学生寮があったんですけど、僕そこに住んでて、そのすぐ裏徒歩3分のところに札幌競馬場あって、それでなんかまあ30年ぐらい前の話じゃないですか。そうすると古かったり、なんだったらこう競馬新聞見てムキってなってる人の印象が僕はあんまり良くなくて、で学生寮の中にも競馬大好きな人たちがもうワンツがいるんですね。でその人たちでサークル作ってたりとか、でその人たち別に競馬にハマってるだけで別に普通にいい人なんだけど、でもこうなっちゃうと、いろいろ失うなって僕個人はちょっとなんかね、閉ざしてたんですよ、多分競馬に対して。それはね正直だったんです、僕はね、イメージとしてね、なんていうか、その人競馬が嫌とか嫌じゃないとかじゃなくて、俺があれにハマった時に何かいろいろ失いそうだなっていう警戒心ですね、多分ね。近づく前と意思を持ってたわけじゃないんだけど、なんとなく避けてたっていう。でも別にね、テレビでバーっとこうレースが流れてるとかさ、それを見る分にはとか楽しそうだなっていう感じだったんだけど、やっぱり生で見るっていうのはもう全然違うね、やっぱりね。一回言っとくもんだなと思いましたよ。まずそのフィールドが素晴らしいですね、本当に。なんていうか、もうめちゃくちゃ綺麗ででかいテーマパークみたいな、もうすごくこうVIP席とかもさあるからさ、であとなんていうの、モールみたいなところですよね。そこはもう自由にフリースペースでこう自由に行き来できるんですけど、その馬券を買う人も買わない人もね。そことかももうすっげえ綺麗に整備されてて、でその中にこう一角にパドックっていうそのレース前の馬がこうテクテクお散歩して、こうみんながコンディションをこうどれと、俺のこう期待する馬のあいつは今日どんな感じかなみたいなのを見るね、小さなフィールドがあるんですけど、そこにこうみんな集まってワイワイしながら、今日いいんじゃないかとかそのまあいろいろ聞こえてくんだよ何がどういうのかよく分かんないんだけど、その14番毛並みがとか、7番荒れてんなみたいな、そのそのやんちゃな子たちとかもいるんですね。だからそのみんなパカパカテクテク歩いてるだけなんだけど、やっぱもうまるで違うんですよね、やっぱりね。そのすっごい個性がきちんとあって、でもどの馬もね、そのレースに出るだけのスーパーエリートっていうかさ、鍛え抜かれてるから、まあそれこそそのねハムストリングスの仕上がりとか
ちょい置きもすげえんだろうなと思いながらまあでもね、まあ、そんな中でもこう足取りがすっごく落ち着いてて一歩一歩こう精度高えなっていうのが素人目に分かるぐらいのやっぱ馬がいたりするんだよね。でその馬がやっぱりちゃんと一番人気だったりするわけで、結果一番だったんだけどそのやっぱりそういうもんなのね、うん、まあなんかそんな困難をこういろいろ体験しまして、でもなんか馬券とかもさいろんな買い方があるっていうのね、まあ、よくわかんないわけよ初めて行くとさ。でそうするととりあえずねビギナーの皆様無料でセミナーを行いますので30分ぐらいですけど座学でねこんなのをかかってくれてですねこれをね見てふんふんって言いながらこう勉強するんですよ。競馬っていうのはですねこうやって買うんだよみたいな、その馬券の種類はこんな感じだよと、で当たり確率はこういうふうに買うとだいたい簡単に買えるよねと、簡単に当てやすいし、まあその分だけ見返りは小さいんだけど、まあまあ100円から買えるからとりあえず買うだけ買ってみて、あこんなもんねというのを楽しんでみてよみたいな。でまあもうちょっとこう分かってきたり推しの馬とか出てきたら、まあ、こんな買い方もあるよみたいな、こういくつかなんかパターンがあるらしくて、1着2着3着までぐらいを誰が入ってくるのかなみたいな組み合わせを買ったり、その順番をぴったりぴったんこしょうで当てるとか、なんだかんだといろんな買い方があるよと。でその難しい当て方をすればまあその分だけね、まあ、リターンが何倍になりますよ。まあ簡単に当てると10倍そこそこですよね。でまあちょっと難しくなってくるとまあ2桁倍とか3桁倍とか、なんだったら10万馬券とかっていうのはね、そういうことでしょうね。めっちゃむずくて絶対起こんねえだろみたいな、その、まあ、明らかに実力差があったりとか、やっぱりその18頭も馬がいて、まあ、実績も全然違ったりとかさ、それ馬の実績も違うし、そのそれに乗ってる騎手もさらにこうやっぱりなんていうか、まあ要するにドライバーですからね、騎手はね。ドライバーよくて車の能力高かったらそれそいつ勝つじゃないみたいな感じなんですよ、やっぱりね。そうなかなかどんでん返しで怒らないみたいで、やっぱりまあ生き物であるとはいえね。でなんかまあそういうのに対してそれでもこうまあ今伸びてきてるからワンチャンあるみたいなのにかけてみんなね、その100倍とか何百倍ぐらいまでだったかな、なんか倍率みたいので見たら、そういう前にもねこうちゃんとかける人がいてですね。でまあ僕らはそれぞれいろんな買い方してたわけですけど、ひろみさんとかはね、そこもやっぱ語呂なのねと佐藤さんだから3と10とかさもう全然その実力とか倍率とか関係なしにそういう買い方するのねと、ひろみだからみたいな、そういう買い方面白いなと。それでワンチャン当たったらまたねとんでもない倍率だから、まあ、100円買っただけでも何十万になっちゃうみたいな話じゃないみたいな、それぞれで夢あるよねっていう、なんかまあでもリターンっていうよりも単純にね、その何も馬券買わなくてもレース見るだけで普通に楽しかったです、うん、まあ用意どんでわーって走っててゴールってなるだけなんだけど、めちゃくちゃ面白い、やっぱり迫力全然違うしね、その鍛え抜かれた馬のスピードがこう目の前で見れるわけだから、本気のスピードだからね。で鍛え抜かれた馬を鍛え抜かれた騎手が最高時速を出させて駆け抜けるって、ああこれはやっぱ一回見とくもんだなと思いましたね。当たる当たらない以前にね、一回見とくべきもんかもしれないと思うぐらいね、本当にすごかったし、まあ、あとはやっぱりね、それに加えてやっぱりその声援がね、みんなその自腹の金自腹の金かけてるだけあって、やっぱねその他のスポーツの観戦とかいくらね推しでファンで入場料払ってるとかって言ったってさ、やっぱりねやっぱりリターンがあるないみたいなこう期待値が乗っかってるかどうかはやっぱ全然違うんだなと思いましたねもうなんかなんていうのかな、
もう声援っていうのか悲鳴っていうのかあの雄たけびっていうのかよくわかんないんだけど、でも18頭それぞれに対してさ全然違う飼い方をみんな点でバラバラにしてるからさ、そのなんかあの馬が先頭になったとか抜かれたとかに対してもうみんな点でバラバラの声を出すわけですよ。でも常に駆け抜けている間ね、いろんな声がこう引きこもごもでもものすごいエネルギーでブワーってこう競馬場の中をですねこだまするんですけども、もうなんかねそっちの方がすごかった。そっちの音圧の方がねなんていうかよくわからない音楽のライブに来たのかなっていう、そのあのバイブレーションはなかなかね感じたことのない経験したことのないやつだなと思いましたね。でなんかこう人が盛り上がるエネルギーがある空間に身を置くっていうのはまあだから僕で言ったらもうビギナーだし、なんかよくわかんないしそんなに思い入れもない馬にかけてるから、まあその会場の中では一番冷めてると思うんだけど、まあでもねなんていうか震えるっていうかその込み上げるもんがあるっていうですねそういう風にさせられちゃうわけよ、なんか周りの声援のエネルギーとかで。それはなんか体感できたことはねめちゃくちゃ良かったですね。ああいう場に行くもんだなって思いました、だからそれこそねギャンブルに興味なかったら馬券を買わずに入場料100円だけ払って競馬場に行ってレースを見て、でそのレースの馬がどこには何だったら興味がなかったとしてもですね、その何かしら人がさ最高のエネルギーをこうなんていうの放出したものがこうドーンと集まる空間にまあわずか数分ですけどね身を置くとすごいなんかねデトックスされるというかストレス解消になるというかいいんじゃないこれとなんかちょっとしたマッサージのような感じですよ。いや別に物理的には何もされてないんだけどもう音圧でねほぐれるぐらいの勢いですみんなの声援の音圧で筋肉ちょっとほぐれたんじゃないかなぐらいの勢いでしたで結果私のね買った馬券はですね、まあ、どういう風に買い方をしたかって言ったら、まあ、1番人気の馬がいて、2番人気3番人気4番人気5番人気とかって、まあ、もう上から順番にまあ、1着この人でしょって硬い人がいて硬い馬がいて、それ以外2着に誰が入るかなみたいな感じだったんで、それをこう5枠ぐらい買ってですね、でその組み合わせこう1、2着入れ替わったとしても OK だよっていうまあ、一番確率の高いやつですね。で一番確率の高いやつを5枚200円ずつ買って1000円みたいな、そういうまあ、ビギナーだったらビギナーらしくっていうねわきまえた買い方というかそしたらちゃんと11と2番の組み合わせで、まあ、11番の馬が1着2番の馬は多分3番人気かそれぐらいだったと思うんですけども、まあ、それが2着に入って、まあ、組み合わせの5組の組み合わせの中の1つで僕が200円買ってたからそれが 17.5 倍の配当ですよとかつって、で、まあだから1000円出して3500円返ってきて、まあ2500円こう浮きましたねとまあそんな感じでしたねまあだからお昼代ぐらいですかね、まあだからまあまあ楽しめたかなと、あなるほどねと、こういう仕組みでみんなこう、これは嬉しいよねっていうのもすごい体感できましたし、外れたら外れたですごい悔しいなって、まあ僕以外のメンバーはね、残念ながら当たらなかったんで、配当なかったけど、でもなんか賭けって、まあ、なんかコミットすることで結果うまくいかなかったみたいな、まあ言ったらそういうことだから、それってなんていうかね、これ負けても意外と、納得感あるっていうか、自分がこういう基準でこれでいこうってやったんだから、それで結果こうなんだからっていうね、その終わり方ってね、なんか意外とすっきりしてるもんだなと思ってで僕当たったら当たったでも、もちろん僕もねなんか
まあじゃあこれでみんなでちょっと小腹空いたからみたいな感じになるしねなんかすごいいい経験しましたね、うん、いやなんかまあその府中競馬場も楽しかったし、お昼とねご夕食ひろみさんともごゆっくり何時間しゃべりましたかね、トータル 3,4 時間ぐらいはねお話しする時間できたんじゃないかなと思うんですけど、まあ非常に楽しかったし、あのまあ競馬だけじゃなくて、あの昼飯は昼食のランチはイタリアン、あの府中競馬場の近くのここどうですかっていうとこ探して、あいいじゃない美味しいじゃないって言って、あのゆっくり食べて、いや楽しみだねみたいな、それで競馬場行って帰って、じゃあまあ次のあのひろみさんが行きたいところがちょっとこっちにあるからっつって、あのまあその手前までちょっと軽く夕食でも食べますかってなって、結局入ったのがサイゼリアだったからイタリアンになっちゃったんだけどあのまあでもねすごいこうゆっくり話して、そうそう秋田ではひろみさんもともとこういうことをやりたくてとか、教員の時にはこういうふうに考えてたし、まあ直くんがねこう自分も先生だけどさ、まあ、保護者でもある状態で、まあ、学校でこういうことをやることになったとか、まあ、いろいろイベントがある時に、まあ、自分は親としてはこういうふうに考えたとか、あの、まあ、それがありつつ教員としてはまた別な視点になるっていうのも、ね、お仕事上は発生するから、まあ、こういうふうにも思ったりするんだよねみたいな教育の話になり、で、まあ、僕もねその PT 会長やってたらこういうことあるんじゃないですかみたいな聞いていただいて、んでまあなんかあのちょっとあのえぐめの動画を紹介してしまいましたけど、次のねサロンの、 あの岡田敏夫さんのね、あの教育って人類はなぜそういうものを作り上げたのかと、教育っていうのは何なのかという動画があって、これ面白いなと思って僕がねあの最近見せたやつで、まあその国によって教育ってどういうものが教育だっていう定義とか成り立ちとかって全然違うんですよっていう、まあ、そういう話をね岡田敏夫さんがこうずっと話してるっていう、でまあだから家庭内におけるしつけみたいなことと、社会全体でわざわざあの、まあ、かなり均一にねそのこういうものを身につけましょうというところを、まあ、教育って言ったりするわけですけど、まあ、そこがこう近代においてどういうふうに成り立ってきたのかとか、あの国によってそういう事情を迫られるタイミングっていうのは違うんですよね。でなんかそれがこういう時代背景によってこれが求められて、それを教育しなければならないっていう圧がかかって、そのプログラムをこういうふうに作った、この人たちをこういうふうに考えて、まあ、それがうまくいって今に至るとか、あの最初作った時はなかなかうまくいかなくて試行錯誤しながら変遷を経て、まあこういうところに至るみたいなのは、もうイギリスならイギリスね、あの同じヨーロッパの中でも大陸側のヨーロッパはこうなってるとか、あのまあ日本は日本でね、もともと寺子屋みたいなのがあってとかっていうところから明治維新ではこうなってとか、その後戦争でああだこうだあった後に、今こういう風になってるって何なんだっけみたいな、まあ、そういう歴史がこういろいろなんですね。で同じなんていうか、どこの国にも学校ってものはあのな、まあ近代においては大体存在するけど、それぞれ全然成り立ち違うから、その目的も違うし、先生とされる人が何を求められてるかとか、あのなんだったらこう大人になっていくに当たって、こういう風な能力をこうこの年齢で身につけておくべきだみたいな価値観っていうのが全然違うみたいな、そのなかなか面白いこう文化と歴史の話がね、あのまあそれ全部が本当かどうか分からないですけど、まあでも大体流れとしては面白いなと思いながら、それのねあの話されてる内容をこうちょっとシェアしたんですけど、でもまあ本当になんかそこにつながる延長上に僕らもいるし、ひろみさんもそこの教員生活ね30年以上やられてきたわけだから、まあ、その話とすごいこう合致するところあるなと思いながら、ひろみさんの話もこうずっと聞いてて、なるほど
ほどなと、なるほどなしか言ってないですね。昨日一日でなるほどなを3000回ぐらい言ってる気がします。とにかく本当にね、一日濃い一日でございました。ありがとうございました。楽しいデートでしたね。ひろみさんおはようございますということでね、まあひろみさんも今日も旅の最中だと思うんですけど、横浜を出たのかな、もう、まあでもそんな朝にもですね、ちゃんとキャンバで、画像作って今日の今朝の投稿されております。ぜひ皆様万感の思いを込めていいねしてください。ひろみお疲れと、いい旅だったねと。いや、いい旅だったと思いますよ、うん、でその昨日横浜にいらっしゃる前は富士山とか河口湖のあたりをねいろいろ言ってたんだけど、まあいにくの天気だったんだけど、あいにくの天気であってもヒロミンただでは過ごさないと、もういろいろ起こしちゃう、うん、そこの道中でどんな人と会ってこんな話したよとか、外国人と英語全然喋れないのに結局通じ合っちゃうみたいな話とか、お見事な話ばっかりなんだよね、全部が全部。ここに来るまでの電車で2人のおばあさんと年齢聞いて職業聞いて、なんだろう、この今こうでありたいわみたいな、この先こうでありたいわと、だから自分より年上の70歳80歳のおばあちゃんたちなんだけど、まだ先に対してこうありたいわって思ってると、もうよっぽどね、エネルギーのちゃんとある素晴らしい大先輩じゃないですか。それをこう電車でたまたまね、お座りになってた、目の前にお座りになってたっていうだけの関係で、わずか20分ぐらいの中でこんな話聞いたわよみたいなのを聞けちゃうっていうね、とんでもねえ人だなと思いましたけど、そんな話とかね、もうぎゅうぎゅうに詰まった楽しい話をね、何時間にもわたってお聞きできまして、いや本当勉強になった、本当勉強になったわ。はい、ということで、おはようございます。川明さんおはようございます。小山愛さんおはようございます。そうそう、愛さんご存知なのかな、秋田名物かなんかっていうので、ひろみさんがねお土産僕に持ってきてくださって、しょっつるっていうね、魚を塩漬けにしつつ発酵させて醤油っぽくしたみたいな、なんかそういうもの、だしのような醤油のような、まあ調味料ですね、それをなんか昨日いただきまして、なかなかなんていうの、まあ作り方としてはナンプラーみたいなものに近いんだと思うんですけど、まだねちょっと味見してないんだけど、なんかそれいただいて、でこれ要するに発酵食品だからね、まあなんか愛さんの得意分野っぽいなーと思うんだけど、しょっつるの起源とか、なんで秋田名物になるのとか、また早速ね、まあググってもいいんだけども、ちょっと最近ね、いろいろGoogle 検索だけじゃなくて、検索プラス AI でサマリーをまとめる、レポートをまとめるとか、まあ、結構いろいろなサービスが最近出てるんですよ。まあパープレキシティとか、ゲンスパークとかね、なんかいろいろね、なんかおーすごい検索変わるぞみたいなやつね、いろいろ出てて、で今朝ねちょっとサロンでさっき紹介したのフェロー AI っていうやつなんですけど、それなんか日本初らしくて、でそれでしょっつるの由来って何なのってこう検索すると、まあお見事なサマリーをちゃんと作ってくれて、で何だったらそのサマリーをもとにスライドも作ってくれて、でスライドだけじゃなくて、なんていうの、マインドマップっていうのがこう枝分かれ構造に、その構造化するっていうか、由来とか製造方法とか、まあ、近年のに至るまでのこんな歴史があるよとか、なんかそういうのをこうなんていうの、要素に分解してブレイクアウトして、まあ大体の外観を分かりやすくしてくれるみたいな、マインドマップってやつですね、いうのを検索した結果を、ここまでな検索したらさ良い記事を探して読んで分かるっていうのが Google 検索で言うんですけど、もうそれ結構大変じゃないと、そのたまたま当たりの記事読めればいいけどっていう、そうじゃなくてもうなんかいろんな記事がこうある中のものの信頼度の高いものを集めてきて、引用もちゃんとしてて、でそれをこうサマリーでまとめて信頼度の高い内容だけ抽出すると大体こういうことらしいと、
いうふうにこうレポートまで作ってくれて、スライドも作ってくれて、マインドマップも作ってくれるみたいな。あ、これは確かにここまで来るとちょっとねステージ変わって Google 検索よりもこっちの方がいいかなって思えるなっていう、なんかそういうのをねちょっと先ほど投稿してみましたけど、ぜひねこれ試してみてほしいんですよ皆さんもね、それぞれ。まあ友人さんだったらその、まあ、獣医さんなりの、うん、まあ自分の専門領域で自分がこう真偽を確認できる領域からとりあえずなんか見てみたらいいんじゃないかな。あ、まともだなと思うか、あ、まだまだふわっとしてんなとかっていうのも、専門領域は一番ねそのしっかり確認しやすいと思うんですよね、テクノロジーがこう新しく出てきた時に。まあだから僕もだから最初ね AI が出てきた時に気象学のまあちょっと例えば気候変動 のメカニズムだとかさ、まあ海洋学の基本の問題とかさ、あの海流がこういうふうになメカニズムにできてるっていうことを、まあ、教科書で学んで僕が知ってるっていうやつを、あのこれはこの海流はどうしてこういうふうになるんですかみたいなのをわざとこう聞いて返ってきた答えがどれぐらいの精度なのかみたいなのを、まあ、よくやってたんですけど、そうでなんか、まあ、まだこの辺かみたいなのはとりあえずねあの結構去年ぐらいまではありましたけど、最近はねやっぱり相当だな、この1年であのまだこの辺かみたいな感覚がこうどん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 こう狭まってきて、逆にこうここまで分かってんのかっていうか、うまっていうその説明うまってなってるっていう、うん、感じですよね。ぜひなんかこう皆さんそれぞれの自分の専門分野で一回ね、よくこういうこと聞かれんのよねとか、あのよくこうことを勘違いしやすいですよねみたいなやつをわざと聞いて、それに対してどれほどのきちんとしたこう誠実かつ丁寧かつ分かりやすくかつ正確であるみたいな、それをねなんかいろいろ評価してみるの結構面白いかもしれないですよねとか思ったりしました。でまあちょっとシェアしたんですけど、まあ、ぜひね皆さん試してみてください。だから何を言いたかったっていうと、アイさんおはようございます。佐藤直君おはようございます。昨日はね、本当に一日楽しかったです。もう、前日ね、夜中の3時まで、夜更かしで、大変な疲労の中、もうちょ最後ね、サイゼリアで、こう、僕とひろみさんが盛り上がってる時に、ちょっとエネルギー入れて、入ってこれてないみたいな。カットインする気力がもうなくなってますみたいな状態になってるところを、いや本当に最後までありがとうございました。相変わらずね面白かったですよ。でもね大学院の話もありましたし、学科発表とか学術論文とか、直くんは直くんのコーチング哲学の業界で、直くんが今これぐらいに割と高めの目標を定めてこういう風にやってるっていうのはね、まあ、実態として、まあ、僕はまあある程度こうね同じようなこう論文を書くとかっていう作業をやってるから、ああなるほどねってなってたけど、やっぱりなかなかひろみさんがね、あそれってそういう意味なのとか、そういうことなのとか、そういうことを大学院でわざわざやってるのっていうのを、あそこまでなかなかね一対一でも説明しにくいようなところも多々あったと思うんですけど、なんかあの3人で話せたっていうのはね意外と良かったかもしれないなと思いましたね。ひろみさんもだから、あそういう世界で新たなフィールドで戦ってんのねっていうのが、うん、まあ野球の時はねもう見ればそういうゲームでそういうルールでこうやったらすごいとか、何回当てたらヒットがの打率って大体こういうもんだから、うん、こういう打率を取ったらすごいとかさ、まあ、評価が分かりやすいじゃないですか。まあでもね、こう大学院に進学したり、まあ、いずれこうなんかお仕事を持ったりとかしたら、自分の分からないフィールドでどういうことが活躍なのかとか、どういうことが大変なのかとか分からない時に、でも分からないままでいいっていうことも実はなくて、やっぱりねどっかでちゃんと伝わってほしいっていうのはお互いあると思うんですけど、あれなんかなんだかんだ言って昨日のねやり取りはそれちょっと結構いい機会になったのかもしれないなと思ったりしましたね。はい、また論文とか学会発表とか楽しみにしております。山田友人さんおはようございます。友人さんも
あれですか。まあでも北海道結構ね、あの馬に触れる、見る、触れるっていう機会は結構北海道はねものすごい身近な土地だから、どうですかね、まあ、僕もだから静内の牧場とかね、まあ、よく行ったり、競馬場もね、札幌競馬場は競艇のすぐ裏だったから見たりしてましたけど、友人さん的にはこう、あれ獣医の世界からするとどうなんですかねとかね、あのまあ馬はまた特殊な動物だよね、あのペットじゃないからね、うん、まあ、それはそれで別な専門の、同じ獣医っていうただのくくりじゃなくて、もうちょっと専門化された領域なのかもしれないですけど、そうですね、なんかそれでうんちくだったら聞きたいですね、はい、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。寺石ゆかさん、おはようございます。や、だからそうだ、ゆかさんも馬娘を推してたりとかしたじゃないですか。あ、だからなんかその馬娘もあの競馬も僕は正直あんまりピンときてなかったんですけど、あ、これは来るなと、なるほどよくできてんだって、あの昨日つながりましたね、うん、あ、なるほど、馬娘ってここまで作り込まれてるのかという、その見た目こう綺麗な可愛いキャラクターとしてこう擬人化されて、でもさ、それでこう男性がファンについてるっていう感じでも、その可愛さに対する男性ファンがつくみたいな感じじゃあんまりないんだよね。女性ファンもすごい多いし、男性ファンは男性ファンで、あんまりなんかその可愛さを追っかけてるっていうよりは、その実物の馬で、あの現実にこうね、こういう風な実績をかつて残し、ディープインパクトとか北サンブラックとか、なんでその有名な馬が、まあ、こういう性格だったとか、こういう走りを残してきたとか、こういう気象とこういう相性だったとかっていうのがちゃんとその馬娘のキャラクターにはきちんと丁寧に反映されてるっていうところが、あの逆に男性ファンにはすごくあの評価されてるみたいな、なんだって評価らしいですね、あのキャーじゃなくてうおーでもなく、あのほーよく分かってらっしゃると、分かってるね、これ作ってる人分かってるねみたいな感じらしいんです。なるほどねと。でもやっぱり丁寧に作られてるものっていうのがやっぱりちゃんと評価されるようになってんだなって思ったりしましたね。昨日やっと馬娘の魅力を知りました。おはようございます。清水信之さん、おはようございます。ワンパンマンチャレンジで、ね、いや、いいね、いいんじゃない、それでこうハムに負担のかからないポジションが見つかったっていうのは、これはね、あのチャレンジして、うん、まあそのチャレンジの目的がそっちじゃなかったかもしれないけど、でもそれが見つかったっていうのは大きな進歩ですよね。いや、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。森本あかねさん、全くん、かんくん、おはようございます。いかがですか、具合は。あのちょっと体調がっていう、まあ夏駆け抜けすぎたんだよ、ちょっと暑い夏で熱をもらいすぎたんだよね。まあちょっと微熱だったはずが微熱じゃなくなっちゃってまあまあ、 あのお大事になさってください。まあ、そんな中でも前くんね、あのちょっとコンディション悪いなっていう時でも見事なトライを決めちゃうとか、まあ、それもストーリーズに上がってますので皆さんぜひ見てください。でもちょっとコンディション悪かった結果その後ね発熱してしまったということですけど、お大事にしてください。すんなつか森田さん、おはようございます。ということで今日も一日皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。友人さん、ありがとうございます。じゃあまたね。